平田家は中原支流の地下家の官人。代々、倉人諸水湯を務め、江戸時代には局務を施行じて、官務身武家に次ぐ地下官人の価格を有した。中原雄康の子、平田食国を外する。ただし、競技においては、戦国時代の平田食邸の古食清志及びその養子食中の系統を指す。この系統は、平安時代末期より、代々の当主は、 倉人書水筒に認じられ、途中他しが認じられることがあったものの、室町時代後期以後は世襲となっていった。また、内蔵領年、あずや、右この F 長頭を兼ね、人物によっては、内次書年、あずや、院長の左官代も兼ねた。水筒は本来は、倉人書のみの金品の水筒を担当していたが、戦乱期の朝廷機構の衰退に伴って、 所管士が機能停止していく中で、その職将は、朝廷各部門の水道業務へと拡大の方向に向かっていった。平田職中万事三年は、幼くして、倉人書に出資して、船橋集権に、夕食古実を学んだ。御用税天皇にその才能を超愛され、地下官人では、異例の印象伝が認められ、十五位下左この絵上限から正四位上。 大倉大輔に至った。また、息子、明らかいは、天海の門人であった。そのことから、江戸幕府と深く関係を結ぶに至った。江戸幕府は、朝廷秩序の回復に関与することで朝廷の統制を行うことを意図しており、朝廷日式の最高を望む朝廷側との思惑の合致に伴い、地下官人制度の再編が行われた。その結果、曲盲思考事件が、 劇方、官務未武家が、官方、そして水頭平田家が、倉人方の地下官人を統率して、奉行、式辞の指示に従って、三下の地下官人を率いて、儀式のために必要な事務、雑務を行うことになった。この結果、倉人書は、もちろんのこと、図書量や、文土師、内蔵量などの地下官人は水頭の支配下に置かれることになった。また、 これに伴い平田家の治療校が31国余りに引き上げられて地下化第3位の地位に上昇した。これは長年両局地下管理の統領と称せられ地下管理の支配を一手に引き受けてきた押し工事や身武家の反感を招いた。特に内蔵量など事故に属していた官人の多くを失った身武家の反発は強く、 官営11年に水筒を開い職中と、官務、三部康介との間の総論に発展した。三部康介はこの中で近年水筒が諸者に対する官兵を行い、仁義に賛死していることは、旧義に反すること、水筒は、本来凡妃の家柄であるにもかかわらず、身分不相応の治療を得て、遺憾測体を身につけており、両極と並み方しているのは、異らであると主張した。 これに対して、食中は、現在の水筒の縮小大愚は、慶長年間の審議であることは認めた上で、これは、東昇大権限が、朝廷最高のために定めたものであり、局、務や幹部はこれに従うべきであると反論した。この総論は、摂政一条、金藤や京都諸次第、板倉重宗らによって審議されたが、 途中で、三部康介による、売冠問題が発覚。康介は、下官、追放となったためにうやむやに終わり、問題は先送りとされた。実は水島の地位上昇と、三部康介の追放は、表裏一体の関係にあった。戦国時代の皇室水引きに、多くの地下官人が没落し、職法政権による、平和回復によって、地下官人の不足を補うために両局が代わりになる。 地下官人を取り立て強力な支配関係を結び、場合によっては金銭的な動きも存在した。その結果、両局が地下官人を過信化して事実上の私物化に成功した。江戸幕府と朝廷上層部は朝廷秩序の回復と運営の効率化の実現の観点から両局のこうした動きを警戒し、追悼に官務、局務に準じる権限を与えて、 両局を成長しようと図ったものであったとされている。御用税上皇の信任が厚く、しかも、天界を通じて、江戸幕府とも関係があった平田食中はまさに、その役目に適した人物であり、それが水戸平田家の価格上昇にもつながったのである。結果的にその後も水戸平田家による、倉人型支配はそのまま継続され、両局と同様に、 朝廷日式における実務を担当した。江戸時代の地下官人制度は、局、勤務、官務、水頭からなり、地下官人を統率する、再位官人、一般の地下官人である並官人、その下で雑用担当士株の売買によって、町人や農民でも身分を獲得することが可能であった、下官の人の三層構造体制で構成されていた。水頭平竹は、 最意官人であり職正面では局務押し工事家、官務三武家と同格であったが、伝統的な公家社会では、三武公介が唱えたように水筒を、凡悲と捉える考え方は依然として強かった。両局は地下官人の当領として認識され、平竹はそれより位とみなされていた。桜町上皇と一条県校が定めた、官園三年の官位固定では、押し工事や身武家が、 十三位に登ることが可能であったのに対して、平竹は、十四位上女人を七十歳以上とし、特別な功労がない限りは、正四位下には昇進できないとしている。その制約は明治維新後も続き、押し子寺や、身武家は男爵に助せられたのに対して、平竹は、並官人と同様の氏族として扱われた。ただし、慶応四年の文上大前貧乱には、 両局の説明後に、倉人片水とこの三役を三斎雲という一文が付け加えられ、押し工事や身武家、平竹をもって三模様子と称している。今日の歴史学会において、江戸時代の朝廷及び地下官人の研究を行う際には、その実態を重視して、伝統的な区芸名官類において定義づけられた地下官人の統領イコール両局という図式は採用せず、 地下管理の統領イコール三模様という位置づけで行われるようになっている。平田家は平安時代末期より代々、倉人書水等を務め、後には世襲してきたが、政務やくじ儀式に必要な知識などを歴代当主が日記の形式で書き残して子孫へと伝えていった。戦国時代の平田植生平田植帝の日記が残欠は存在しているものの、 現存する、まとまった形式の日記としては、平田植中が書いた、天正11年が、最も古いものである。以後断続的ながら明治元年までの日記がほぼ、原本のまま残され、特に遠方2年以後の200年弱のうち結出は14年分と高い残存率を残している。これに、加減の儀式、夕食書や図面、重要な儀式について、日記とは、 別個に記した記録、別記のみを編纂した平竹日記部類32冊などが残されている。これらは明治34年に宮内省に献上され、今日も平竹記録として宮内庁所領部が所蔵している。政治的な重要事件に関する記述は役目の地位の問題から多くはないが、その代わり江戸時代の宮中儀式のあり方や日常の宮廷の状況、 地下管理制度についての記録は詳細であり、同情区下の日記、記録類では多くを見ることができない、事務方の動向について知ることが可能である。判例、ありがとうございます。